京都ぶらり歴史探訪。次回は絶景天の橋立、都人が目指したわけ。旅人は俳優の中村雅俊さん。天の橋立が古の人々を引きつけた理由を探ります。いかがですか。雪舟の描いた国宝天の橋立図、そこに記された特別な場所を訪ねると、絶景に秘められた神秘の物語と出会いました。この天の橋立ってのはただ観光だけの場所じゃない、天の橋立の魅力を再発見する1時間です。京都ぶらり歴史探訪、お楽しみに。